指原里乃は日本のタレント、プロデューサー。女性アイドルグループ、イコール、ラブと ME のプロデューサーを務める。女性アイドルグループ AKB48 及び HKT48、STU48 の元メンバーであり、AKB48 の派生ユニットノットイエットのメンバー。2013年4月以降、HKT48 劇場支配人を兼務していた。 大分県大分市出身。大田プロダクション所属。二千七年、二千八年、二千九年、二千十年、二千十一年、二千十二年、二千十三年、二千十四年、二千十五年、二千十六年、二千十七年、二千十八年、二千十九年、二千二十年、二千二十一年。田中美空、矢吹なしの両名に対しては、衣装で着用しているケーキ型のイヤリングを口に含む、他、 挨拶代わりに頬を触る。時には、ステージ上でも、同様の行為をするため、やぶき曰く、される、がままになっている。宮脇桜は HKT48、卒業発表に際して、差し払に対し、全部救ってくれた。そばで見ていて気づいてくれて、素敵な言葉で守ってくれる。と感謝した。AKB48、HKT48、 AKB48HKT48 多くの作詞をしている。作曲、編曲をした公開されている音源はない。現在の出演番組不定期出演番組過去の、出演番組現在の出演番組過去の、出演番組放映中の CM 放映が終了した。CM。ありがとうございます。